にちは、カオスラの山本恵美です。今日は私がこの間、昨日見に行った映画ハウスオブグッチ、2時間半40分とか、なんかすごい3時間ぐらいの超大作で、リドリー・スコットというですね、イギリスの監督なんじゃないかな。アメリカでほとんど撮ってるけど、オリジナルはイギリス人なんじゃないか。リドリー・スコットさんという、なんかスペクタクルっていうの、なんかこうゴージャスな作品を撮るのが上手な監督さんで、まあ、有名なレディー・ガガさんが主人公という、バトリッチャという、イタリアがね、あのグッチの話なんで、グッチ一族の話なんで、イタリアがその題材というか場所になっていて、でなんか、ああここ知ってるみたいな、行ったことあるみたいな。あと、まあすごいゴージャスなお家とか、ゴージャスなお洋服とかが山と出てくるという、まあ、それに目がくらんじゃってみたいな話なんだけど、いやすごい面白かったですね。イタリア人ってこうだよねみたいな、なんかこういう女の人いるよねみたいな、見た目とかもそうですよ。なんかうちの義理のお姉さんの若い時にそっくりみたいな、レディーガガの、あこういう感じだよねっていう、なんかね、ダサかっこいいみたいな。いやレディーガガがやってるとかっこいいんだけど、なんかダサいのか、ただ濃いのか分かんないみたいな時代の、その80年代とかで、の格好で、でアダム・ドライバーっていうのも、そのなんかの役、そのモーリッツさんの役は主人公グッチの息子なんだけど、ちょっとインテリで、そのちょっとなんていうの、まあいわゆるガリベンタイプみたいな、メガネかけててみたいなね、でもいいとこの お兄さんみたいな、あいるいるいる、こういう人みたいな、イタリアいるいるみたいな。イタリアって結構あれなんですよ、民主主義じゃなくて、相続税がかかんないんですよ。ちょっとグッチの話にも入ってくるんだけど、サインしてなかったからちょっと相続税払わなきゃいけないみたいなところがあって、サインしてあったらグッチっていう会社、何百億とか何千億とかする会社を相続するときに、本当にわずかしか払わなくていいんですよ。日本ってもう相続税のためにアパート建てたりとかするじゃないですか、その家に住めなくなっちゃうとか。でもイタリアって今でもそうなんですけど、相続税がほとんどないんですよ、多分 5% とか。だからやっぱ先祖代々のお金持ちみたいなのがやっぱいるんです、その不動産金持ちみたいな。その私の知り合いの人も、もうロシアのなんか、なんだっけな、お姫、なんかその貴族だったのが、なんかロシア革命で逃げてきて、そっからなんか、そっからずっとお金持ちってどうなってんのっていう感じなんだけど、結構そこの部分っていうのはやっぱりもう桁違いにお金持ちみたいな、その生まれた時からなんか豪邸みたいなところに住んでるっていう人はね、たまにいるんですよね。でまあ私なんかの人生ではあんまりお会いする機会はないんですけど、たまにあるとやっぱり豪邸があって、その横の馬小屋みたいなのがあるんだけど、その馬小屋を改装して、親はお金がないから住ましてくれてるって言って、馬小屋がさ 100平米みたいな、もうなんかさ、フィレンツでさ、ここは本当景色だけがいいのよとか言うんだけど、フィレンツェの山の横についてさ、いやフィレンツェのさ一望できるの、なんかこれすごい。私さ、なんかフィレンツェの街中のもう本当ワンルームの屋根裏みたいなところに住んでて、そのストーブとかもなくて、白衣がさ白くなっちゃうの、家に私若い時住んでたんだけど、すごい貧乏で、その子はそのうちの昔の馬小屋を改装してって言うんだけど、もうすごいなんかコテージみたいな感じになってふわみたいな。でも そういうやっぱりそのグッチ一族もやっぱりそれで、そのなんかどっかでその、まあ、3代にわたるお金持ちなのかな、でその前はそうじゃなかったみたいな話なんだけど、でもイタリアっていうのはその一度お金を持ってガンってお金持ちになると、だから不動産とかやっぱみんな信じるし、やっぱりそういう歴史のある貴族みたいなのが、なんかやっぱその苗字、その移住院じゃないけどさ、だから苗字によってやっぱその貴族みたいなのが残りやすいよね。日本ももちろんあると思うんだけど、その財閥みたいな、でもそれ以上にやっぱ残っている世界もあったりとかして、まあ、そういう世界のいざこざっていうか、あとやっぱ家族の仲良さっていうか、仲悪いのがいいのか分かんないみたいな、
重い家族の絆みたいなのがやっぱりあって、会うんだけど喧嘩ばっかりしてるみたいな会うんだけど絶対どっかで文句が出てるみたいな、なんか気分がいいのか悪いのか分かんない、でもその中でなんかすごくうまく立ち回っていく女の人とかやっぱりいるっていうのを私も見てきていて、でもその中で私もそうだけど、すごいなんていうの、結婚反対されたりとか、そういうなんかうちの血統には合わないじゃないけど、なんか騙されてるとか、そういうのがいっぱいあるみたいな、あなんかあるある、イタリアあるあるみたいな、昔からの貴族っていうか、昔からのそういうなんか土着っていうか、その怖いなんかそういうのはあるよなって思っていて、やっぱりその中でそのまあの中のお話なんだけど、やっぱりね、まあお話もすごい面白いんですよ、そのさね、欲望とさ、その欲望と権力とドロドロの中でめちゃめちゃそのグッチのお洋服とかが見えるっていう、あとすごい面白いのが、グッチのブティックに行って、そのレディガパトリッチャっていうレディガガが、君はこの中の洋服全部どれでも選んでいいからみたいな、プレゼントするから選んでいいよみたいなそれをすごいうわみたいな、そういうシーンみたいな、女性ならみんな憧れるでしょみたいなシーンが山とあって、すごいなんかそういうのが全部面白かったですね。あと、あとやっぱりそのアメリカと違ってイタリアのお屋敷っていうか、コモコってそのあるんだけど、コモコ、その湖、ミラノの近くの湖とかに立ってるお屋敷とかがやっぱりその歴史もあって、歴史的な建造物なんだけど、普段も買っちゃう人がいるみたいな、そこでパーティーっていうか普通に家族でご飯食べたりとかしてるとこシーンとかがふんだんに出てくるんですよ。あイタリアっぽいなっていうか、やっぱイタリアのお金持ちってこういうの憧れるようなみたいな感じなんですよね。確かに、もちろん私も憧れるし、そこがねちょっとなんかね、この昔の家を改造するみたいなところがあって、何世紀前のみたいな、そういうのはねやっぱり山とあって、本当ハリウッド俳優ね買ったりとかしてるような場所なんであれなんだけど、なんかそういう全ての建造物とかもまあなかなか見どころがあるとか見応えがあるっていう感じでしたね。アダム・ドライバーは私はすごい好きな俳優さんなんですけど、なんかデクノーゴーみたいな感じのどでかい男っていう、でもすごいかっこ悪い役なんですよ今回。だからね、めちゃめちゃかっこ悪くてすごいすごいかっこ悪く見えるっていうところがなかなかこうね良かったりとかして、やっぱあとやっぱイタリア映画、イタリア映画じゃないんだけどアメリカ映画なんだけど、イタリアを題材にしてる映画っていうのは私のやっぱり若い時に、ずっとその映画とかが好きで海外に行ったりとか、あと映画を見続けてきた自分の若かりし頃とか、あとなんか思い出したんだよね、その話もまた次回しようと思ってるんですけど、何の本当にカウンセリングとかでもよくお話するんですけど、私映画にかける情熱ってすごくて、お金とか時間とかめちゃめちゃ若い時からかけてきてるんですね。何の役にも立てないんです本当何一つお金、それがプラスになる、プラスっていうか、その世の中でお金になることにはなってないんじゃないかなと、すごい私の芸の肥やしみたいな感じで、すごい好きなものなんです。でもこれ小学校中学校ぐらいから一人で見に行くように見た覚えがあって、でも大学時代とか本当は年間映画館で100本とか50本100本見るの当たり前みたいな世界をやってて、なんかね孤独な時間、イタリアでいた孤独な時間とかもなんかほとんど映画見てたね。毎日のように映画館行って、ね、イタリアフィレンツェって映画館が10軒ぐらいあってね、その頃自転車でねいろんなとこ行けて、でレトロスペクティブって言って過去の映画の上映してるね、なんかこうマニアックな映画館とかも何軒かあってね、今はないんですけど、今やっぱねネットフリックスの時代だから、なんかそういうことを思い出したりして、すごくなんか、いい映画というかこういう面白い映画をね見に行くとね、なんかいろんなことをね想像させられるというか、ですごい楽しかったですという話でした。皆さんもぜひぜひハウスオブグッチ面白いから見に行ってみてください。エロいシーンとかはないっす。何それみたいな。
あ、でも、あ、でもちょっと一個だけあったかも。一個だけ。エロいっていうか、まあいいや。ということで、皆さんそのシーンを当ててみてください。では、今日もご視聴ありがとうございました。